え続いて最後のセッションを始めたいと思います本セッションでは日本企業による環境管理分野の最新技術途上国での開発に寄与するサービス技術の紹介を目的として企業によるピッチを進めてまいります16の企業の皆様から各組織における環境各分野の技術サービスをご紹介いただきますが各社お持ちのお時間は発表と質疑を含めて7分となりますので 恐れ入りますが7分に達した時点で次の企業様の発表に移らせていただければと思いますご発表順は 1. 株式会社グリーンファードエナジー様 2. アークエルテクノロジーズ株式会社様 3. 株式会社ガイアビジョン様 4. ミネベアミツミ株式会社様 5. サグリ株式会社様 6. 株式会社スペクティ様 7株式会社ハイドロ総合技術研究所様8多機能フィルター株式会社様 9RC ソリューション株式会社様10株式会社 SE 様 11EF ポリマー株式会社様12株式会社インバックス様13土木地質株式会社様14株式会社スペック様15 クラフトオブアジアペーパーボードパッケージングコーリミテッド様16柴田工業株式会社様となりますなお2番目4番目11番目15番目の企業様に関してはオンラインでのご発表となりますそれでは早速株式会社グリーンファードエナジー様からご発表をお願いいたします 皆さん、こんにちは。リシャップと申します。グリーンファードエナジーのものです。えー、JCCI にまずはお礼を申し上げます。今日は機会を当てていただきありがとうございます。エネルギーのスタートアップ企業です。えー、では、さっとデータをご紹介します。えー、ご覧のとおり。 大量のエネルギー、電力が毎年使用されていて、日本はトップファイブに入っております。規模を考えるとすごいですね。人口も考えますとこんな状況です。エネルギーの部門について見てみますと、クリーンエネルギーへの転換が今進んでおります。ご覧の通り。そして5年間、2028年になりますと、この VRE、変動性の再生エネルギーへの移行が5%も。 25%にもなりますそれからこういったこの養生風力とかさまざまなものがあります社会的な問題もですから発生しますその社会問題ですがより この変動性のある再エネに移行すると、まあ、電力のインバランスが発生します需給の不均衡が発生します適切に連携をしませんときちんと余剰のエネルギーまで使えませんそれからあとは電力コストの上昇ですこのエネルギーをすぐに使わな作らなければいけないような場合に課題もありますそれから化石燃料ではないので、まあ、脱炭素化をしなければいけないという化石燃料の問題もあるその中でグリーンファード はこうういった問題を解決しようと取り組んで,いますではどのように解決するのかという話ですがこのようにバーチャルバッテリーに街を仮想的に変えていきますそしてこのサービスを使う皆さんに新たな収入源を生み出しそして環境へも貢献していくということを目指していますですのでバーチャルバッテリーに注力しているということですでそのためには皆さんの施設を IoT で機械学習を使って最新の IoT で御社の施設を制御しますそしてここで言っている約束を果たせるように実現しますあとデマンドレスポンスもやりますこれで御社の収益源となっていくわけですではどのようにこれを実現するかですけれども 施設がある場合にまずこれデジタル化をします。でその後にリアルタイムの制御が可能になります。えそしてそれが10%から20%の省エネを実現します。でここではあるこの産業用の。 冷蔵庫を使っていますがその場合20%の削減になりますそれからデマンドレスポンスの形でエネルギー市場に参加するとより多くの収益が上がりますあと CO2 脱炭素のクレジットがあってその取引ができます環境に対してもこれ貢献することができます政府にとってもこれはいいことだと思いますではどんなところと取り組めるかという話ですビルホテルそれからオフィス都市部のもので都市部になくっても 遠隔うちのものでも倉庫とか工場とか滋賀とか京都とかそういったところにもありますしあとショッピングモールもありますどなたでもグリーンファードエネルギーを使うことができると思いますつまり御社の施設を適用してバーチャルバッテリーにしていくということをやるわけですでこのバーチャルバッテリーにつきましては後で説明しますけれどもこれを覚えておいてくださいですからここに出ているようなものに該当する場合には是非ご連絡ください ではどのように実現するかグリーンファードインテリジェント IoT というソリューションが弊社にはありますつまり御社の施設をトランスフォーメーションしますハードも転換しソフトウェアのコンポーネントを使います AI と機械学習を使いまして最適化をしますエネルギーの最適化をしデマンドレスパンスもしますのでこのエネルギー市場にこの取引として参加することが一定い できて収益も上がりますでこのソリューションはエネルギーの需要側と、えー、この供給側を接続します、つなぎます。供給側ではデマンド・レスポンスのリソースを提供します。つまりそれが、えー、と御社の施設のエネルギー市場になるわけです。でそのエエネネルギーを省エネし DR リソースそのものもを使ってエネルギーの取引すみません、繰り返しになりますけれども、参加をして収益にするわけです。ですから、需給の両側に参画をしまして、エネルギー効率の、エネルギーを効率的に使用するわけです。で、バッテリーは何かという話なんですけれども、この需給のバランスが重要です。でも、変動性のある再エネですから、発電において。例えば、エネルギーの余剰がある場合には、その資源を使う、例えば、倉庫。 あるいはエアコンなどを使ってエネルギーを蓄電するわけです。そして後からそれを再利用する、えー、つまりは需給の,この供給側で不足が生じた場合にはそれを使うわけです。で、えー、再エネが増えていくわけですからバーチャルバッテリーの必要性もますます増えると思います。でババーーチャルバッテリー つまり御社の施設があるわけです。で、それで電力市場に参画をしようとしています。リアルタイムの IoT 制御技術を使ってです。で、電力市場からのこの要請に応じて収益になっていくわけです。ですから、コスト。 からこの 10%20% ぐらいのエネルギー削減でコスト削減もできますそして DR もできるで食品工場の場合にはここ二重計算しているわけではないんですけれども1億円ぐらい節約ができます。 で環境はどうなるかというとエネルギーを減らすわけですから供給側でこの不均衡の問題を解決するよって環境にも講演できるわけですで弊社のクライアントはこういったところになりますほとんどすべての業界ですで2028年までには1000メガワット をリソースとして持つ予定です社会的な問題を解決していきたいと思いますぜひ協力をいただきたいと思います SIN を増やすそれから収益を上げるそして脱炭素化をしていくということグリーンファードエナジーはこのエネルギーの使い方を世界で根本的から変えることです で街を仮想的なバッテリーにバーチャルバッテリーに変えていきたいと思いますグリーンファードエヌジーがお手伝いをしまして収益を上げることをお支えていきたいと思いますご清聴ありがとうございました、えー、ご発表ありがとうございました続きましてアークエルテクノロジーズ株式会社様お願いいたします皆様こんにちは アリアンナと申しますアークエルテクノロジーズのものですえ今日は弊社の製品のご紹介をしたいと思いますでは簡単に会社についてご紹介したいと思いますアークエルテクノロジーズは私どもの代表宮脇良二が 2018年の8月に設立した会社で福岡に本社を置いています東京にはオフィスもありますご存知のとおりカーボンニュートラルを目指している動きというのは世界中で見られておりその一つの方法として EV a の転換が進められておりますスライドのグラフをご覧いただきたいと思います。日本は 他の国に照らしてみますと EV の導入に少し時間がかかっているようです。で10年ぐらいで他の国々 ヨーロッパですとかアメリカの水準になるのではないかと思います今の欧州アメリカの水準に日本が追いつくのは10年ぐらい後になると思います EV の充電につきましては一般的な制約について考える必要がありますまずは充電時間です この電気自動車 EV に100キロほど走行させるためには普通の充電器であれば3時間から6時間ぐらいかかりますそして高速充電器でも20分から30分ぐらいかかりますもう一つ制約を申し上げるのであれば充電器と電力契約ですでこの充電器の出力を上げるためには えー、充電時間を短くする必要があります、えー、ですので、えー、この電気設備の更新をするかさもなければこの契約電力量の変更する必要があります、えー、それからもう一つクリーンエネルギーという制約もあります えー、この再生可能エネルギーで充電をするというところがポイントなんですしかし再エネには問題がありますつまり天候に依存するというものなので、えー、この発電時間が限られるという制約があることです日本に目を向けてみたいと思います、えー、日本という国は、えー、風力発電より太陽光発電が多い国ですですので日中には この再生可能エネルギーが多いということですで、このグラフを見ても分かりますようにその再エネによる供給によって大きな この需要とのギャップが発生するんです余剰が発生するんですとてももったいない状況ですでそのエネルギーを無駄にしないためにそれと同時に停電などを回避するために今はこの太陽光による発電を止めているわけですなので何らかの形で需要と供給側の 均衡を取っていく必要がありますそこでソリューションをこのエネルギーを効果的に使うために見出そうとしていますで少し視点を変えまして電力の取引市場卸売市場に向けてみたいと思いますでここの価格なんですけれどもこの電力の消費量が高いところの方が価格が高くってそれこそ日中はほぼこの 0円に近づくわけですなので再エネが極めて重要な役割を果たしますで。傾向としましては供給と需要をマッチングしようとするわけです。でこの場合逆をしたいんです。つまり需要を再エネの供給にマッチングしようと。 合致させようとしていますでそのためには熱とか水素そして電気自動車 EV といったものが必要になりますでこの再生可能エネルギーを効果的に使うためにはセクターカップリングに注力する必要がありますえそして私どもアーク L ルはここに注力をしてソリューションを開発していますで E フリートというソリューションを開発しました この再エネが余剰になっている時に需要を作り出すことができますえ、そうして需要を供給に合わせるということをします。逆ではなくで、再エネによる発電の供給は限られた時間でしかないわけですから。で、弊社のサービスアーク le。free とはソフトウェアです。で、これは？ EV の充電と管理のためのソリューションです。で、さまざまな要素があります。例えば、ダイナミックプライシングもその一つです。それから、AI によるスケジュール作成もできます。それから、自動的に、その都合のいい時間で充電できます。さらに、地球に優しく、コスト効果も高いです。でもう少し詳しく申します。E、とは 車両 IoT デバイスに載せます。でそれを車両に搭載します。えそして EV の充電状態と EV の位置情報によってデータをクラウドに送ります。でクラウドが今度は EMS コントローラーに。 つまりエネルギーマネジメントシステムですがこの管理システムにつながりこの EMS によって電力の流れを調整しこの充電器さらには電気自動車と通信をします今度は右側に注力をしていただきたいと思います EMS のところにつきまして詳しく書いていますエネルギー管理システムには数理的アルゴリズムが使われておりさまざまな要素におきまして最適な充電タイミング 一番安く充電できるタイミングを特定しますでここに出ていますのは、えー、まあパートナー企業です私どもが一緒にやっている中部電力それから三菱市オートリースといった企業が出てきていますそれから最後のスライドですが私どもの実績です APAC クリーンテック 2025は2022年に受賞していますそれから2023年の先月これはいただきました新エネルギー大賞の賞もありますご清聴ありがとうございました、えー、pr.arkel.co.jp にご質問をお寄せくださいありがとうございました え続きまして、ガイアビジョン株式会社ガイアビジョン様、よろしくお願いいたします。<Hello everyone. S 1> 皆さんこんこにちちはのとすょっっ時間のがあったようですね 私どもは気候変動への適応を図ろうということでそうでなければネットゼロに達成できず気温は上昇するばかりですそれによって災害のリスクが高まりますそこでこういったリスクをできるだけ最小限に抑えようという試みです私どもののの中核の技術というのが あグローバル洪水シミュレーション技術ですこの技術そしてそれ以外の気候シミュレーションシステムを組み合わせて事業を展開しておりますえまず気候リスク分析えそして2つ目がリアルタイムの洪水予測ソリューションえそしてさらに洪水治水対策の効果評価です まず、気候リスク評価です。これらのソリューションを活用することによって、世界中のどこでも洪水のリスクを分析することができます。このソリューションというのは、民間企業でも、あるいは自治体等で使われて、洪水の,洪水のリスクを。 把握してリスクの軽減を図っていらっしゃいますさてこのテクノロジーの特徴の一つといたしまして、えー、将来に向けての予測というのがあります例えば場所によっては洪水のリスクはあ今現在はそれほど高くないかもしれないえしかしながら将来的には変わってくる可能性だってあるわけです ということで、このテクノロジーを利用することによって、今現在のリスクだけではなく、将来のリスクも気候変動を考え,なけれ考えに入れて、えー、予測することができます、1.5、2.0、4.0など、シミュレーションにかけることができます、そしてリスクを定量化することができ、財務的なインパクトはどれほどのものなのかということが分かります。 もう一つの強みというのが高解像度シシミュレーションです。既存の技術に比較いたしますと私どものシミュレーションデータは解像度が非常に高いです。時には既存のデータというのはやはり不十分で将来の計画立案には向かないあるいは説得力に欠けるという場合も考えられます。 私どものソリューションというのはナナショナルガイイドラインにも掲載されましたこちらは民間企業が物理的なリスクを把握するように政府といたしましては推奨しているわけなんですけれども国家のガイドラインにこちらのソリューションがリストアップされ将来の気候変動の 対するリスク評価を行う際のテクノロジーとして採用されましたこの国家ガイドラインがゆえに採用している企業もあります例えば NEC さんですけれども情報開示レポートを去年発行いたしましたこのレポートの中にガイアビジョンのソリューションを活用することによってタイの工場の将来のリスクが分かるようになったと そしてそれをベースに対策を取っているということです。さて2つ目のリアルタイム予測です。このソリューションを使うことによって失礼しました。高解像度洪水予報ということで1日半前に1日1.5日先の洪水範囲を予測することができます。洪水が この赤い地点で発生しました大きな災害が実は数年前に発生したところですそして河川が洪水を起こしております我々のソリューションを活用することによってこのインフラの所有者として1.5日前にこのリスクを把握することができます そそししてての洪水ポイントに対して対策を取ることができますもう一つデモをご覧いただきましょう。今ご覧いただいているのは、ソリューションの使い方を説明した動画です。こちらご覧いただいているのは、大雨が。 予報されているそういった際に自治体がどういう対策を取れるかということです大雨の予報が出ています自治体のオフィスにおいて詰めているわけなんですけれどもなかなかあやはり大挙韓国あるいは支持などは 判断が難しいですただこのソリューションを使うと E メールを使っての通知が可能になります。例えば18時以降この辺りで洪水が起こりそうですとこのソリューションを活用することによって範囲あるいは深さこの洪水の詳細までも分かるわけです。どういった地域において。 そしてどういった時間帯に災害の可能性があるかということが分かるわけです。ということで朝は大丈夫そうなのでその後の退避指示が出るまで待とうといったような判断が下せます。では他のソリューションに比較していきたいと思います。こののの既存のソリューションとととといいううはどちらかというと河川ごと にセンサーが設置されていて、えー、この河川の水位を予測しているにすぎません。えー、例えば洪水が発生しました、どこで、えー、どのレベルでの洪水が発生するので、対、え、比、ー、が必要だという判断が行うことができます。続きまして、峰部屋三角株式会社様、お願いいたします。 みなさん、こんにちは。アショカと申します。ミネベア三井から発表させていただきます。ミネベア三井というのは、グローバルな製造メーカーで機械を出しております。本日はスマートライティングソリューション。 え、そしてスマートシティソリューションの事業部についてお話をさせていただきますでは画面の共有をいたします <Okay. S 1> まずスマートライティングソリューションの概要です スマートストリートライトということでこちらは街灯になりますけれども中核の技術中核の製品といたしまして私どものお客様がますますこの伝統的な街灯を置き換えるために使っておりますそして我々のバックライトの我々ならではの独自技術を採用しております ダイキャススティング鋳造技技術術あるいはワイヤレス技術を採用しておりますまた半導体の技術も採用しておりましてセンサーや IoT のプロダクトがありますのでこのスマートシティのソリューションをこれらの製品を持ってサポートしております。 我々のスマートライティングの技術の概要でありますけれども5つの特徴でまとめました1つ目効率的な照明我々のストリートライト街灯は一貫した一様な照明軌道を発行することができ最適な軌道で照明を照らすことができます 当然のことながら調光をコントロールもできます。2つ目がワイヤレステクノロジーです。それぞれのストリートライトがネットに接続をされております。この際に使っているのはメッシュのワイヤレスネットワークです。無償のワイヤレスバンドを使っております。そして3つ目が一元管理ということで接続されているネットに ネットに接続されているデバイスであれば同じ CMS ・セントラルマネジメントシステムで制御が可能です。4つ目は省エネと g h 排出の削減です。超高ディミングの制御を行うようによって余剰電力の節約 を行うことができますそれによって CO2 の削減も抑えることができますそして3つ目が拡張性ということで私どものスマートライティングにおいては重要な特徴になりますがこの特に2つ目のワイヤレステクノロジーに関連しておりますが新しいセンサーデバイスあるいは IoT デバイスなどを同じネットワークに追加をしてより街を スマートにすることが可能です今ご覧いただいているのが我々の無線技術です6ローパンの技術を採用しておりますそれぞれのストリートライトはお互いに接続されておりそれぞれのデバイスが直接 CMS を介してモニタリングコントロールすることができます サーバーバにある CMS ですまたセンサーデバイスも例えば雨量測定ですとか駐車センサーですとか全く同じネットワーク1つの単一のネットワークにおいてさまざまなデバイスがつながっておりますので1つのワイヤレスプラットフォームを展開することによってスマートライティングスマートシティが可能になります。先ほど申しし上げましたように 電力消費の削減ですが、まあ、街灯というのはかなりいいエネルギーを必要とします。まあ、従来の水銀ランプであれば、例えば仙台を我々のソリューションに置き換えすることによって、1年間で2690万円節約。 CO2 の削減も646トンでありますこれを我々のスマートシティライトで実現していきますさてディミングですけれどもこれは一つの使用でありますけれども日本の那須塩原市において私どもの技術を採用してくださいました。 複数の環境センサーとスマートドリットライトを採用してくださっております。この兆候のコントロールを行うことによって省エネにつなげております。特に2022年に中央政府から福島に対して省エネのために。 省エネのために該当の光量を減らすように指示を出しましたそれをの際にディミングのコントロールを使っておりますえまた次に拡張性でありますがストリートライトのネットワークに対して異なったセンサーやデバイス IoT などの含めて追加することができます そうすることによって市や住民に対して例えば気象ですとか防災対応ですとかセキュリティですとか防犯あるいは都市計画や交通計画などさまざまな機能を付加することが可能になります包括的なスマートシティを実現することが可能ですさて次 にスマートシティソリューションのコンセプトそしてユースケースミネベア三つにおいて展開している内容をご紹介させていただきましょうさて IoT デバイスと環境センサーを、まあ、こちらも私どもが開発しておりますけれどもこちらの例であります街灯に設置できるような小さなセンサーユニットになっております小さいにもかかわらず8つの異なったパラメータ をサポートしておりますす設置も簡単です異なったソリューション、まあ、防犯にしても防災にしてもあるいは環境対策にしてもさまざまな機能をもたらすことができます。今ご覧いただいているのがカメラ環境センサーとカメラでありますけれども大阪の山間部に設置されております。 もう雪も深く、雨も多く、道路も凍結するような地域ですが。がゆえに事故も多いです。そこでこのソリューションを導入することによって、道路の状況をカメラでモニタリングをし、またさらに液晶データ、温度や気圧、風量、風速などを測定しております。 こういったデータをもとに交通量の調整を行ったりあるいは方角を変えたりなどして管理をすることができます時間になりましたのでまとめてくださいはい分かりましたさてあと何枚かスライドはあるんですがただ最後まで飛ばしましょうこちら地図 ご覧いただいておりますけれども、いくつか私どもがスマートシティのソリューションのプロジェクトを実装している都市であります。もしご質問がありましたら、何な,なりとご連絡をいただきたいと思います。お時間に関して申し訳ございませんでした。ご説明ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。続きまして、探グ株式会社様、よろしくお願いいたします。皆様。 お集まままりりいいただきありがととうござす。す。ダニエルと申し JCCI で会社の紹介をさせていただく機会を与えていただきましてありがとうございます。我々サグリです。農業そして気候のテックスタートアップです。日本の岐阜大学発の会社です。このところは飛ばして説明します。サグリ 日本の政府農水省それからさまざまな自治体と連携をしておりますまたジャイカのプロジェクトもやっております2021年からインドのプロジェクトをやっております今年ペルーでのプロジェクトも採択されました国内市場だけでなく さまざまな大陸で活動しております南米アフリカアジアこういったところで活動しております簡単にこれまでの成果を紹介します3か月前我々実績を COP28 でドバイで紹介する機会を得ました我々のテクノロジーを紹介します我々のプラットフォームのデモですが 衛星を使って自動的にこの区画を検出するというものです。これ AI ポリゴンというテクノロジーを使っています。この情報をもとにさまざまなこの情報を提供することができます。pH 使用し総全炭素といった情報です。 それをもとに農家に対して助言をすることもできます。えー、製品をどれぐらいにしたらいいのか最適化のアドバイスをできます。そして、まあ、テクノロジーの柱は2つあります AI ポリゴンこれがその農地の価格化を自動的にします。そして衛星ベースの土壌分析をします85%ぐらいの精度があります。ということで、まあ、従来はですね土壌分析をしたいと。 いうことになれば、土壌のサンプルを取って、それをラボに送って分析をするというものでした。二、三週間はかかる、そして一つのサンプルで五十ドルぐらいかかるという状況でした。これは、農家にとっては非常に高価なサービスでした。しかし、探りは、それに代替するようなサービスを提供できます。必要な時間も二週間から二、三日に短縮できます。 そして費用も5ドルぐらいでできますこれはヘクタールあたりの費用ですそして右側12のパラメーターを提供しています微量栄養素そしてその他の栄養素農家にとって非常に有益な情報が得られますまた JAXA と連携してきておりますそして水の検知もできます このプロジェクトで目指したのはメタンガスの生成を減らすということでしたこの米作りにおいてのメタンガスを減らすということでしたで米、カッサバ、サトウキビさまざまな作物の分析が可能です先ほども触れましたがデータを使って このアドバイザリーを行うことができます製品に関して最適化するという助言を農家に提供できます肥料が多すぎるとどうなるかというとまあその直下に反するんですが温室効果ガスの排出が増えてしまうんですこれは n 2 o という形で発生してしまいますですので こういった温室効果ガスを我々減らそうとしていますまた温室効果ガスを減らすことによってそれを現金に還元することができますどうやるかということなんですが多くの国際的な認証基金機関ベラなどと連携してきています温室効果ガスの削減分をカーボンクレジットにするそしてそれを日本などのあるいはアメリカ などの企業に販売していくということをするわけです。ということでこういったことができます。まずよりこの早く安価に土壌分析を提供できます。またこのお施肥量や水使用量を最適化できます。そうすることによって肥料代も削減できます。でまた温室効果ガスも同時に削減できます。そして。 温室効果ガスを減らせるということは、これをカーボンクレジットとすることができる、そしてそれは農家の追加収入にすることが可能になるというわけです。ということで、我々のビジネスモデルはこういうものです。だいたい1ヘクタールあたり5から7ドルをいただいて、そしてこういったパラメータのデータを提供する、それから作物のモニタリングも提供します。 こちらがこのカーボンクレジットを創出しているところです。その収益は農家と50/50 50で接班します。そしてこちらはこのタイで行ったこの概念実証です。地元の大学と連携してやりました。デジタルマッピングを行って土壌分析をしました。また施肥の最適化もしました。分かったことは 化学肥料の使用量を10%削減できる。また、同時に収量には影響を与えないということを確認できました。そして、探りは気候変動にも貢献することができるということであります。私の方からは以上です。ご清聴ありがとうございました。えー、関心のある方、ぜひお声掛けください。ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。 続きまして株式会社スペクティ様よろしくお願い致いしますこんにちは佐藤氏と言いますスペクティから来ております我々のプロダクトは直接環境につながっていませんが災害管理情報システムを提供していますこれについて簡単に説明します2011年ご存知のように 大きな地震がありました東日本大震災ですそして大規模な地震があってその後津波が到来しましたそして原子力発電所の事故が起きましたということでまあこれは大変なその、えー、惨劇となったわけですこれこういったその問題というのは日本に限られません災害で 毎年だいたい3000億ドルぐらいの被害が生じています。ということで人類全体にとって大きな問題となっています。そしてその脅威は拡大しています。これは1970年からの,その自然災害のもたらす損害で年々これが増加しています。スペクティの創業者2011年に会社を作りました。ここの問題に対応しよううとということで 先進的なテクノロジーを例えば ai などを使って災害に対取り組んでいこうということです我々のミッションとしてはあこの危機器の見える化ということでありますスペクティブプロを提供していますも、まあ、時間も限られていますので実際のプロダクトをお見せしたいと思いますまあ、画像だけですが我々ソーシャルメディア機構データあーこの監視カメラ 衛星データそういった情報を集めて AI で分析してそして情報をお客様に提供するということをやっていますということソーシャルメディアの情報を中心に活用しています最近あらゆる人がスマホを持っていてそして X とか Instagram とか YouTube とか使っています何か特別なことが目の前で起きるとそういった人たちはもう必ず写真動画を撮影してそしてソーシャルメディアに投稿しますで AI を使ってそういった情報を捉えて、でどこで何が起きているかということを明らかにして、それをお客様に提供することができるわけです。でこちらがその例となります。えー、1月1日、能、え、登、ー、半島で大きな地震が発生しました。我々、情報を収集して、お客様はどういう状況なのかを見ることができました。あ神社で鳥居が倒壊しているとか、えー、あるいはこの、えー 家が傾いているとかそういったことがわかったわけですでこういった時、災害対応としてまず必要なのは状況を把握するということですその状況把握のためのツールを提供していますこれはサーズのサービスですクラウド上で提供しますので初期投資必要ありません当初の開発も必要ありません初日からすぐに使い始められます非常に使いやすいソリューションです こちらまた別の例です洪水の例ですソーシャルメディアの情報が示されていますこの橋の下にこの増水しているということで監視カメラの画像で水位を見ることもできますそれにハザードマップとかさまざまなあるいは交通データとかそういった様々なデータを重ね合わせていますで様々な視点から捉えて状況を把握することができるわけです 日本において我々の事業を急激に拡大しています900社以上の顧客を抱えています来月再来月にはおそらく1000社に到達すると見込まれます事業を非常に好調に展開しています公的機関地方自治体そして省庁をそれから民間部門ではメディア企業新聞社なども顧客に抱えていますで我々 まあ今何が起きているかというのを把握しようとしているわけですが、将来的にはまあテクノロジーもどんどん進歩しています、AI、通信、5G、6G、IoT とどんどん進歩していますので、将来的には予測をしたいというふうに考えています。それができればより多くの命を救うことができると考えています。長期的な目標として、災害死をゼロにしたいというふうに考えています。これが究極的な我々の目標です。 今年、スペクティプロをフィリピンでもローンチします。過去1年、JICA の支援を得て、JICA の PPP プログラムのもとでフィージビリティスターディを行ってきました。そして、今年、次のステップに進みます。DICT という情報通信省と連携をして、フィリピン政府の省庁と連携して、 50の組織フィリピン政府関係の組織に無料のアカウントを提供しますで1年後無料から有料へと切り替えますということで事業として1年後には立ち上げるという計画です過去1年間フィリピンの各地を訪れてきました残念ながら十分な情報がありませんこの災害管理 をやる若い人たち地方自治体にいる若い人たち情報を持っていないのでそれぞれ自らのスマホで情報を探しているという状況ですで、ススペクティプロを見せるとあらゆる人がこれが欲しかったものだとおっしゃいますということでこれをフィリピンに導入していきますでまだ正式に発表していませんがタイでもフィジビリティスタディを行いますベトナムでもやります この日本政府の支援を得てやりますということでフィリピンの後サービスを他の ASEAN 諸国アジア諸国に拡大していこうと考えています以上ですご清聴ありがとうございましたご発表ありがとうございました、えー、続きまして株式会社ハイドロ総合技術研究所様お願いいたします 皆さん、こんにちは。井口真紀子と申します。ハイドロ総合技術研究所のものです。本日は映像を用いた流速流量計、ハイドロ SDIV のご紹介をしたいと思います。背景です。何十万人もの人が世界中でこの洪水のリスクに刺さられております。日本でも毎年洪水が ありますそして毎年気候変動によってその状況は悪化しております。例えば貯水池の下流とかあるいは護岸の下流などにおいてこの流量データが重要になります。つまりどれだけのの水がこの川 から下流に流れる可能性があるかということを知ることが重要なのですではその流量をどのように測定するのかという話です、えー、流速計そして ADCP が広く今使われておりますしかしご覧の通り このケーキを水の中に設置しなければいけませんということは洪水の際には利用することができません川に行くことは危険ですしあるいはこういう危機が流れてしまったり損傷するという可能性もありますですのでこの洪水中にどのようにこの流量を測定するのかということですそのための答えがハイドロ STIV ですこれは 映像を使っていますので川に行く必要が洪水の際ないわけです安全なわけです。 それ以外の特徴としては高精度そして汎用性が高いということですではどれだけ精度が高いかをご覧いただきたいと思いますここに示しているのはハイドロ s t i v と流速計の比較ですでこの測定の誤差は1.4%ですで一方 EDCP と比較するとこの計測の差は2.6%になりますそしてさまざまな場所で実際に 測定をしましまたけれども従来の計測方法と測定報告とハイドロ s t i v の方法では5%未満ということが分かりました。つまりは精度が高いということが言えます。それでは先に進めまして汎用性について申し上げます。ハイドロ s t i v はさまざまな状況に対応できます。例えば夜間はどうでしょうか 超高感度カメラですとか遠赤外線カメラを使って川の表面を見ることができますそれから照明ライトを使うことによってこの川も見せることができますそうすれば夜間でも流量を測定することができますでは豪雨の際はどうでしょうかここでもまたこの計測することができます豪雨の際にでもです 川の流量は1時間あたり80ミリの降雨でも計測することができます。この絵のようにとってもこれは激しい雨です。雨、傘を持っていても、さしていても濡れてしまいますで。そんな厳しい環境の中でも使うことができるハイドロ s t i v ですで。ドローンのカメラを使いますと えー、この川の流量も山間部ですとか危険な場所でも計測することができます。それからこの幅が広い川におきましても1つ1回で測定計測することができます。ではちょっと見てみたいと思います。まずはハイドロ s t i v のリアルタイム性についてです。川の流量を継続的に計測したい場合に便利です。このシステムは 流量を10分に1回計算しますそして結果をオフィスで見ることができますスマホでどこででもまた見ることができますで結果を知りたければサイトでハイドロ s t i v ポータブルがまた便利です動画を カメラで写します。ポータブルについているカメラです。で、結果は1分で出ます。このハイドロ s t i v ポータブルもまたドローンと連携させることができます。最後になりますが、どれぐらい広くこれが使われているのかということです。ハイドロ s t i v はすでに多くの国で使用されています。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、 イギリス、えー、韓国ベトナムフランス、えー、など多くの国で使用されています、えー、ですから自信を持ってお勧めすることができますありがとうございましたありがとうございました続きまして多機能フィルター株式会社様お願いいたします 初めました。あの滝ノフィルターの津村と申します。本日あの弊社の商品あのご紹介させていただく機会をいただきまして、本当にありがとうございます。弊社はあの主力製品滝ノフィルターを製造販売している会社になりまして、まあ商品名が会社名となって同じ会社なんですけれども、あの今年でまあ創立30年になるんですけれども、まあ滝ノフィルターもうこれ一本であの営業させていただいている会社になります。 じゃあ次お願いします、えー、まずあの、多機能フィルターとは何ということなんですけれども、えー、まず多機能フィルターというのは、あの山間部においての,あの道路の工事現場、はい、いやあとはあの、まあ、土地の造成等による開発行為や、あとあの、まあ、豪雨、地震災害などによる土砂崩れによって発生するあの乗り面ですね、こちらのあの乗り面の浸食防止と緑化をするマットになります。 えまずあのこの左側の写真があのまあ商品になるんですけれどもこちらあのまあこのロール状のマットを右の写真のようにあのまあノリ面に広げていって釘で留めて固定するというまあ簡単な施工であのノリ面の方ができるという商品になります次お願いします日本にはあのまあ滝のフィルターと同じようにこうまあノリ面を緑化して侵食防止をするという あの法が従来の工法がいくつかあるんですけれども、こちらが代表的な工法になりまして、主にあの種子を種,を種を吹きつける工法ですとか、あとはもうこの種と肥料がついたこういう植生シート、植生マットというような工法がございます。次、お願いします。これは従来の工法とあの滝のフィルターの違いは何かといいますと、侵食防止の方法になります。まず左側の,あの従来の工法なんですけれども、 こちらのり面侵食防止をする際にあの発芽生育の早いあの芝草の種を使いますでこの芝草をこう、まあ、繁茂させることによって途中にこう根が張っていくんですけれどもこの根の緊迫力によって侵、えー、食防止を行いますでそれに対しましてあの滝のフィルターの場合はあのまずこのマット自体にあの なんですか植物の根と同じような侵食防止効果を持たせてありますのでまず張ったらのり面のほうが侵食防止が可能になりますでその次にあのまあこの従来工法と逆になるんですけれども侵食防止をした後にこうまに植生という考え方が出てきますであの従来工法で使われるあの芝草の種子というのはあの一般的にあのまあアメリカ産とか中国産といったあのまあ外来種の種を使用するわけなんですけれどもあの まあこの外来種ということであのよくニュースなどでこう耳にしますのがあのまあブラックバスとかそういったものを域に放流することによってそのブラックバスがもともといるそこに住んでいる魚とかをこうまあ捕食してしまってでまあ生態系にこうまあ悪影響を与えるというまあことがあるんですけれどもまあこういったあの植物の場合にも同じようなことが言われておりまして最近ではあの <laughs> あの外来の種子の 種を使わずにこう、まあ、乗り面の保護をしていくという考え方があの増えてはきているんですけれども、滝のフィルターの場合ですと、えーまあ、そういう外来の種を使わずに、このマットで乗り面を保護をするという考え方で、その後の緑化に関してはこう、まあ、周りの、えー、飛んできた種とか、そういったあの本当に周辺の植物からのこう植生を回復させるという考え方ができますので、本当にその、まあ、在来種を使った緑化が可能になってきますというものになります。 次にあの、まあ、従来の工法の問題、課題点ですけれども、まあ、先ほどご説明しましたように、あのまあ、芝草が繁茂するまでは、のり面の保護がする効果が少ないものですから、こういった形でこう、まあ、繁茂する前に強い目に叩かれてしまうと、こういった写真のようにこう、まあ、土が流れ出してしまうということがあります次お願いします。 あのまあ、次にあの多機能フィルターの、えー、構造と侵、えーまあ、食防止のメカニズムについてご説明いたします、えっと、まず構造なんですけれどもあのこの多機能フィルター自体はあのポリエステル極細の,あのポリエステルの単線維をこう、まあ、緩くから見た不織布でできておりますでただこの不織布だけですと施工する際にちょっとこう引っ張ったりすると破れたりしてしまう可能性がありますので、あのこの 不織布を補強するために、上にあのポリエチレン製のネット、網をつけております。で、補強しております。はい、でこのまあ2層の構造になっています。で、次に侵食防止のメカニズムなんですけれども、あのこのポリエステルの繊維は、ああまずあの降った雨っていうのは、このまあフィルターの上を流れていきますので、水がこう、まあ、途中に浸透してい,いきにくくなるということと、 あとはあのまあポリエステルの素材になりますんであので、の撥水性の素材になりますから、濡れてもこれがぺちゃっとこう潰れることなくして、厚みはあの維持できますんでそので、降った雨の雨滴の衝撃が下の土にこうまあ伝わらずにまあ吸収できるということがあります。それとあとは、炭繊維になりますので、繊維がこう土の粒子と絡み合って、これが剥がれないぐらいまであの土に密着しますんであので、より土が動きにくくなるということがあります。 で以上のことであの、まあ、のり面の浸食防止を行います。はい、で次お願いします。でこちら、あのまあえー、時間降雨100ミリの雨をあの人工的に10分間降らせたあの試験になりますであの。比較対象としましてあの、一般の従来候補である植生シートで、こちら右側に滝のフィルターを貼っています。でやはりあのまあ 何も生えてない状態でこの100ミリというすごい強みに叩かれてしまうとどうしてもやっぱり普通の従来工法ですとこう土が流れ出てしまうんですけれども滝のフィルターの場合はこうほとんど土が流れることがありません次お願いします次にこちらのたまたまの現場であのまあ植生シートと隣り合わせで貼る機械がありまして。 でまあ、草が生えてくる前に1日150ミリの雨が降った翌日の写真になります。でえー、と両側の方にあに植生シートが貼ってありましてで中央に滝のフィルターが貼ってあります。でこれはやっぱり植生シートの方はあは水がどんどん,どん,どんあの土の中に浸透していってしまって最終的にどさっとこう崩れてしまったんですけれども滝のフィルターの場合はこうまあ水があまり土の中に浸透していきませんので。 うまくこう、まあ、持ちこたえることができたという事例になります。はい、次お願いします。はい。で、あの、次、これ、あの、滝のフィルターがよく使われる、まあ、土質なんですけれども。あの、まあ、差し付けの土ですとか、あと、まあ、火山培土。これはもう、非常に侵食を受けやすい土質になりますんで、滝のフィルターが、あの、よく活躍できる場所になります。 であの右上のあの赤土なんですけれどもこちらの沖縄県の方にあの広く分布しておりまして、えー、まあよく濁水対策として使っていただくことになっていますはい、えー、以上でご説明の方を終わらせていただきますありがとうございましたご発表ありがとうございました、えー、続きまして RC ソリューション株式会社様お願いいたします。 はい、RC ソリューションからまいりました関根と申します。よろしくお願いします。画面をください。はい。はい、ありがとうございます。えー、今回はですね。 気象災害情報配信におけるスマートフォンアプリの可能性というテーマで、自在で開発をしているスマートフォンアプリのご紹介ですとか、弊社がやっている海外での取り組みというものを実例を交えてお話しいたします。簡単に会社紹介をさせていただきます。弊社、改めて RC ソリューションという名前になっています。特徴としては、緊急地震速報を自社で計算をして発表するための資格ということで、予報業務許可。 地震動というものを持っていたりですとか、L アラートあの避難情報などが発表される L アラートの一般デ情報伝達者として登録されているということがあります。でまたです、ね、2019年には、ね、JICA 様の調査事業に採択をされまして、インドネシアで災害情報配信のサービスの可能性というところを探ってきました。今日はここも併せせててご紹介させていただきます 簡単にあの弊社の事業領域としましては防災・減災ソリューションということで IT 分野からこの分野を取り組んでいますで自社のアプリを開発したりですとかお客様からシステム開発のご依頼をいただいて開発運用保守までワンストップでやっているというような会社になりますあの自社のアプリを持っているというところがまあ特徴になるかなと思いますでこの自社のアプリの中で今回ですねセーフティーチップスというものを取り上げてご紹介させていただきますこちらは 観光庁さんが主管でですね弊社が開発・運用を担当しているアプリになるんですけれども主に訪日外国人の方向けに日本の災害情報を多言語で発信するというアプリで日本語のほかにです、ね、14言語で情報を発信しているというアプリになっています。でこののアプリインストールするとにご自身の国と 利用したい言語をそれぞれ設定いただくんですけれども、まあ、この統計を取ってみると、アプリの使われ方というところで特徴が見えますので、そこをご説明させていただきたいと思います。で、あの、まあ、えー、何年か前、コロナ禍と呼ばれるような期間があって、それが終わって、海外から日本に訪れる方も増えていくという中で、このセーフティチップスというアプリもダウンロード数増えていきました。で、国の設定を確認しますと、まあ、コロナ禍だとどうしても日本。 という方が多かったんですけども、その割合も減ってきて、外国の設定、特にです、ね、台湾だったり香港だったりとで、日本を観光で訪れているのかなと思われる方が非常に増えているという状況になります。で、国に対する言語の設定を見てみると、台湾、香港ともに、中国で設定されている方が9割以上ということで、まあ、母国で情報を見たいというニーズがあるのかなというのが分かります。で、このアプリ、まあ、災害情報を発信しておりますので、実際の災害が起きると、どのように利用者が あ推移していくのかというところを、えー、今年の最初にありました能登地震の例でご紹介させていただきます地震前と地震発生後1週間を比較したグラフですでダウンロード数はガッと増えたんですけれどもまあ、割合としてはあまり変わりませんでした、えー、国の割合というのは変わりませんでしたということでまあ、災害発生したのでその情報は気にしながらも引き続き旅行だったりまあ、お仕事だったりというのは継続されていたのかなというところがここから伺います で、えー、国に対して言語をここで設定されているということだったんですけれどもこと国を日本にされている方というところに関してはちょっと使い方が変わっています、えー、多くの方はですね、日本語以外の言語で設定されています英語だったりポルトガル語ベトナム語韓国語というところが割合として多いですまあそういうところから仕事だったり生活で関わる外国の方に合わせた言語に設定して使われているのかなというところが伺えます でこれが災害前後で比較すると、日本語で設定している方がより減ってです、ね、9割近くが外国語に設定されているので、やはりこの災害という対応の中で対面している外国語の方と同じ言語にされる方がより増えるのかなということがうかがえます。 でこのアプリなんですけれどもなかなか収益,収益を上げていくという仕組みが確立できていなくてですねかなり苦心をしているんですけれども、まあ、一方でこういったアプリのニーズというのはあの昨今ですね非常に必要だと求められていますで低い変動っていうのは、まあ、日本だけじゃなくて世界各地で起こっておりますので特にですね観光に重きを置いているような国ですとこういった災害が起きて観光産業が元気にならないと国も復興していかないというようなところで非常に大切な状況 ここからがこのアプリの可能性のお話なんですけれども、まあ、単に外国語で災害情報をお知らせするだけではなくって迎える国が情報を伝達して共有する時にその方に合わせた言語にするというこのセーフティーチップスの考え方を外国に持っていけないかなというところを考えています。 で冒頭ご紹介した通り、JICA 様の調査事業で,で、弊社、インドネシアでその調査をしてきました、インドネシアも日本と同じように多くの災害が起きるんですけれども、なかなか情報伝達がうまくいっていないと、今回、調査対象として、北スマトラ州というところのメダンという都市周辺だったんですけれども、ここはこれから観光に力を入れていこうというところでやっているんですけれども、なかなかこの災害、弱いよねというイメージが払拭できていないというようなところでした。 でそんな中です、ね、BMKG というインドネシアで言う日本でいうところの気象庁、ですねインドネシアの中のそういった機関と協力をしましてこのメダンという都市の災害情報が見れるアプリというのを技術提供ということでさせていただきました。 でこういったアプリを使っていただくと、やはりこの情報欲しいよねっていうので、ここから広がって、目段だけじゃなくて、バリ島の方でも同じようなことができないかというようなお話をいただいたりですとか、やはり海外においても、災害情報をこういったアプリで発信するというところにニーズはあるのではないかなというのが分かりました。 でえまあ、こうやって日本の技術をですね外国に持っていくということでやはりその PR にもつながりますしまあ、新たなビジネスというのが生まれるのではないかとそこで収益を得ることができるんじゃないかなというふうに考えていますすいません駆け足になってしまったんですけれども以上となります何かご不明点あればここに記載しているアドレスですとか会社の問い合わせフォームの方からご連絡いただければと思います以上となりますありがとうございました。 ご発表ありがとうございました。えー、続きまして株式会社 SE 様お願いいたします。皆さんこんにちは。本日はお時間いただきましてありがとうございます。私 SE コーポレーションから参りました野村と申します。 さて、株式会社 SE でありますが、ケーブルベースの製品、これは土木建設に使われる製品でありますけれども、そちらを製造を行っております。子会社がありまして、特に土木建設の領域においては、子会社と連携を取ることがとても多いです。海外において ベトナムにおいて2007年から事業を展開し始めました子会社をベトナムの大学と一緒に設立しましたそして j、ICA、i c a メティ経産省からも支援をいただきましてパイロットプロジェクトを展開してまいりましたさて私どもの製品を利用して我々の目標といたしましてはあ グランドアンカーを使って地滑り防止のプロジェクトを展開しております。こちらの自称事業でありますけれども、ODA に一貫し、気候変動を支援しまた途上国を支援するという意味で、えー、認められております。さて、SE のグランドアンカーでありますけれども、こちらは非常にユニークな 特徴を持っておりますナットテンションシステムを使っておりますので施工もあるいはメンテナンスも容易になっておりますこの実証実験は3つのステップで進めていきましたまず実証デモンストレーションそして推進そして事業開発実証普及 ビジネスの展開です今ご覧いただいているのがベトナムの拠点、コアン,ンショーであります。ハロン湾の世界遺産の近くにあります。こちらが我々の事業の前後ということで、このグランドアンカーをこちらの現地に施工いたしました。 パイロット事業と合わせてベトナムで基準を設置しようと試みました我々のテクノロジーを日本からベトナムに輸出しその際には市場の開発が必要だと考えておりましたそしてかつ基準を設けるともちろん時間はかかります 3年年あるるいはももっとかかるかもしれませんしかし基準なくしてこのようなドックに使われるような製品は各国で採用されませんそこで当局 DRBNITST でそして運輸省の参加にありますけれどもそちらの当局と連携をしこの基準案を作成するに至りました。 さて今後、ベトナムにおいてあるいは諸外国においての取り組みですがぜひ、われわれの技術を各国に輸出しそして自然災害の対策を取り気候変動も 起こってておおりりまますすので災害が増えております我々の製品だけではなくパートナーさんの製品も合わせて東南アジア諸国にお届けし各国の役に立ちたいと考えております各国の災害防止防災そして地滑りなどの対策を一緒に取っていきたいと思っております最後1つ 私どものベトナムの子会社をご紹介させてください建設分野のコンサル会社です実はハノイ土木大学との共同で設立されましたジョイントベンチャーです今はコンサルタント業そして CAD の運用を,を建築図面で、えー、展開をする フォーカスを与えております。日本からベトナムへ、あるいはベトナムの高度技術を日本に紹介したいとも考えております。そういった意味で我々は人材と技術の架け橋になっていきたいと思っております。ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。 続きまして ef ポリマー株式会社様お願いいたしますありがとうございますこれの機会をいただき感謝しています下地です家、e、ポリマーの使用ですこのエコフレンドリーなポリマーは農家の力を与え干間伐に打ち勝ってサステナブルな農業を推進できます世界の世界初の 100%自然な成分解性の超吸収性ポリマーを製造しています。で、収量を上げながら水利用量、肥料の利用量を削減できます。これまでの経験では、だいたい水の利用量が40%、肥料が20%減ります。一方で、収量は15%増えます。皆さんのパートナーとなって、サステナブルな農業を実現していきたい。 農業だけでなく他の分野でも提供していきたいと考えています多くの人が干ばつの影響を受けていますそして人類が利用可能な淡水のうち70%の水を農業が利用していますでその結果深刻な干ばつの影響が出ていますで、干ばつによって作物の収量は 3割4割減少ししてていい農家は苦しんでいますこの課題に取り組むために我々この材料を発明しました特許取得済みのテクノロジーです100%自然な生物生分解性のこの吸収性ポリマーですこのオレンジやバナナの皮といった残砂から作られていますでこれここから CO2 は出ませんで 1g のポリマーからのポリマーから が50倍の水を吸収します土に混ぜると6ヶ月の間水の吸水放出を繰り返しますそして1年で完全に土に戻りますこの製品は経済的環境的にサステナブルだとそして栄養素をそして水を維持しそして収量を上げるのに役立つというふうに考えていますこちら沖縄 での実験例ですこちらはタイのカッサバ畑の例ですこちらはカボチャです、えー、考えなしです農業は干ばつに苦しんでいましたがこのカボチャの成長の度合いを増すことができましたタイでもエルニーニョの影響で、えー、この深刻な干ばつでしたがその中でカッサバを非常に乾燥した状態で育てることができました 我々の製品、なぜ使われるかというと、農業に最低化されているからです。農業向けのポリマーとして開発しました。そして、この畑に全くマイナスの影響を与えない、100%自然で有機的なものです。ですので、ユーザーは汚染とか、土壌の汚染とか考えなくてよい、そして長期的な効果をもたらす、そして土壌環境を 改善すするとということになります微生物の活性化も行えるという特徴があります。我々のビジョンとしては循環型のモデルです。特許済みの技術でこの廃棄物を活用して農家を助けることができます。で、この果物の皮などを活用しています。柑橘類の皮が中心ですけれども、 ここの原材料をさらに多様化していくことができます将来的にはさまざまな原材料を集めてその地元の廃棄物を集めてそして地元の農家を助けることができます干ばつそして肥料価格の上昇に対応することができるそしてまた地元の農家から残差を集めて 循環的に行うことができますでこの超吸水性ポリマーというのは他の業界でもいろいろと使えます衛生用のパッドそれからおむつ吸水シートそれからシャンプーや化粧品の増粘剤それからアイスパックなどで使えますそして最近大手の日本の企業とともに保冷剤を導入しました この科学的なポリマーを代替して、我々のプロダクトで置き換えて、これを作りました。で、実際ですね、使用後、それを開いて植物に与えても問題ないというものです。この販売ライセンス、コンサルティングをやっています。小さなスタートアップですので、セールスに吸収しています。シリーズ A のファンディングをいただいています。2023年4月、400万ドル調達しています。ちょっと古いデータですけれども。 160 21年以降160トン販売しています。1万2000の農家、5つの国に提供しております。本社は日本にあります。製造拠点がインドにあります。そしてアメリカ、フランス、タイでも販売を開始しています。多様なメンバーが会社にいます。日本にも、そしてインドにもいます。そしてアメリカ、フランス、タイでも人員を。 加えているところです様々な受賞歴があります大臣賞も受賞していますし芸術財団のからも支援を得ています g 20のサミットにも参加しましたそれから c o p 28日本のスタートアップの代表として参加しましたこの販売業者顧客を求めていますそれからシリーズ b の投資家も求めています 我々のまた新しい人材も採用していきたいと考えていますこういった機会いただきありがとうございますこのイベントをきっかけに素晴らしい連携を日本インドその他の国々で展開していきたいと考えていますありがとうございました、えー、ご発表いただきありがとうございました、えー、続きまして株式会社インバックス様、えー、よろしくお願いいたします こんにちは秋山さやかですインバックスから来ておりますお招きいただきありがとうございます発表できますことを大変光栄に思っております早速中身に入りましょう皆さんにまず伺いたいと思いますソイルセメントってご存知でしょうか聞いたことある方 これ、コンクリートとの比較で説明します。コンクリート、水、セメント、骨材でできています。一方で、ソイルセメントというのは、水とセメントと土でできています。インバックスでは、ある、このハイドレーション・オプティマイズ・ソイルセメントという手法を開発しています。これ、ソイルセメント、まあ、従来のソイルセメントとは違います。 この地盤改良で使われているものと違いますこの土壌を安定化しコンクリートのように固くしそしてその強度を調節できるというところに特徴がありますまあ、日々さまざまなの土砂が廃棄されています掘削土砂災害土砂火山灰そして春節土砂などですこういったその廃棄される土砂を活用できます そして防災設備に活用していくことができます。この砂防を延滞、森道、そして道路擁壁などに使えます。こちら、砂防ダム、を我々のテクノロジーで作った実際の例です。このスライドは少し動くはずでしたが、うまく機能しませんので、このまま続けます。でこのサボダム 砂防石でコンクリートで作るとしたらまず、まあ、ちょっと今下に隠れて見えませんがまず掘削、えー、くくした土砂を取り除いて近くのコンクリート工場からコンクリートを持ってくる必要があるそういったその運搬を省略してそこで、えー、その掘削、えー、した土砂をコンクリートとして使うことができるわけです。 そして必要なセメントも減らすことができます。セメントの生産には CO2 の排出が伴いますので CO2 の排出を大体いい68%削減できます。通常のコンクリートと比較してそれだけ減るということです。そして骨材も購入する必要がなくなります。土砂、土、無料で使えるものを活用するからです。そして セメントあるいは土砂の輸送をしなくてよいということで輸送コストも下げられるそしてこの埋め立ての費用も下げられると残土処理場のコストも下げられるということでコストも3割下げられますそして我々誇りに持っているのはさまざまな用途に応じてこのクオリティを変えられるとつまりこの強度を変えられるということです例えば 砂防、円堤を作るのであれば10の30の強度が必要です。それが泥にならないようにするということが必要であるからです。この円堤の場合は100ぐらいが必要です。最低化防止であれば10から30でいいと。 ということで,とことでアプリケーションに応じて強度を変えられるということです。これまでの実績です。我々の手法、大体いい1000件の構造物で導入してきております。一つ具体的な例をご覧いただきましょう。2012年、記録的な豪雨が九州でありました。でこのの災害で多く同社 が発生しました。で、それを処理する必要があった。そしてまた災害の復旧復興も必要でした。で、そこで我々提案したのは、この集中プラントです。大量の流出、土砂、瓦礫が発生していたので、この様々な場所でそれを処理するのではなくて、それを一箇所に集めました。 そして大規模なプラントとして創業しました。そこから出た材料あるいは作,作られた材料でこの砂防ダム5箇所を作ることができました。でこれによって循環型社会形成を促進することができました。そしてこの土砂がれき災害から出たものを作って防災施設を建設することができた。 で工期も短縮できた、そしてコストもコンクリートに比べて大きく削減することができた、そして品質も向上することができました。というのはソイルセメントをバルクで大量に精査することができたからです。あらゆる種類の土壌を安定化できますが、これまでの例ではこの黒木土。 の安定化に成功していますこれは火山灰が入っているものですこれ熊本などで実際にやっていますそれから寒冷地の土砂北海道でこの安定化をしています日本国外にも行っていてこのブラックコットンソイルというオーストラリアインドアフリカで見られる土砂の安定化をやっていますケニアでやっていますまあ土木業界ではこれは水を 含むと膨張するで、寒気にはひび割れするということで問題があるという土砂だというふうに言われているわけですが、それを取り除かないと建設はできないと言われていたわけですが、まだ正式な発表前ですが、これを安定化するということを我々最近成功しました、非常にエキサイティングな展開です。我々のテクノロジー、その3つだけではなく、その他のさまざまなインフラにも活用可能です。まととめると 我々の手法、地元に存在する材料だけで実現できます。そして、説明の時間がありませんでしたが、我々が提供するレシピ、土砂によってそのレシピを提供できる、そしてこのテクニックの実際の適用にはですね、特別なスキルは必要ないということで、地元でさまざまな雇用の創出をすることができるということで、 この強靭なコミュニティを作ることができるそして地産地消をできるとそしてレジリアントなコミュニティ社会的経済的に環境的にこの強靭なコミュニティをできるということです早くてすいませんでした秋山さやかです E ールアドレスこちらですご連絡くださいありがとうございました、えー、ご発表ありがとうございました、えー、では続きまして土木地質株式会社様お願いいたします えー、皆さん、こんにちは、えーと。土木地質株式会社でございます。えー、私、えー、岡林正宏と申します。えー、と本日は、えー、ジオポリマーコンクリートを用いました、えー、護岸構造物の、えー、強靭化ということでお話しいたします。えー、と私どもの会社、えー、ですね 東日本大震災の被害を受けました日本の東北地方の宮城県仙台市にありますそして業種としましては地質調査地盤調査地盤調査などを行っておりますそれで本日ご紹介しますジオポリマーというものですけれどもこのジオポリマーといいますのはこれ えー、コンクリートを作る時の、えー、ポルトランドセメントに代わるものであります、えー。ポルトランドセメント、まあ、普通のセメントといいますのは、えー、まあケイ酸カルシウム水和物というイオン、えー、結合によって固化するんですけれども、えー、ジオポリマーというものは、えー、このケイのケイ酸塩の、えー、脱水 縮合によって共有結合ですするという特徴がありますそれでそのことによりまして非常に頑丈な硬化をするというものです。これの使いますメリットとしましては二酸化炭素の排出を削減できると。あのポルトランドセメントの製造の時に原料として 炭酸カルシウム石灰石を使いますのでこれをあのセメントにするときに千数百度で加熱し調整しますのでここであの炭酸カルシウムの二酸化炭素が分離して大気中にたくさん出てきてしまうということがあります一方でこのジオポリマーの方は生産時にそういう調整工程で二酸化,二酸化炭素を大量に放出するということがありませんので 日産化炭素排出が削減できるとそれからその、えー、セメントポルトラルのセメントこの焼成の工程であの原料に、まあ、普通にまあ含まれております、えー、クロームという金属がありますけれどもこれはあの普通はあの酸化の状態で、えー、無害なものなんですけれどもこれを焼成1水0 0、えー、°で焼成しますと6かのクロームが発生してこれが非常に有害になってしまう。 ジオポリマーの場合はこういう焼成などを行わないのでロッカクロムというものが含まれない無害なものとなっております。それから結合の方法を最初に申し上げましたように共有結合で硬化しておりますので酸によって侵食ほとんどされないというこのセメントとは非常に 異なる有利なる点がありますでこのジオポリマーについてですけども当社の開発の歴史としましては最初1990年代にこのジオポリマージオポリマー多くのジオポリマー水ガラスと言われております計算ナトリウムの水溶液 原料とするんですけれども、こういう水ガラスを使ったものを最初作っておりました。それから2006年にこの水ガラスの部分を粉末の材料に変えまして取り扱いを簡単にしました。これをハイデガスと言いますけれども、それからさらに進めまして2021年に地盤改良 えー、農法化剤としても利用することを目的として、えー、アースシリカというものとして、えー、日本の芝浦工業大学と共同研究で開発し特許を2021年に取得してアースシリカという商標で、えー、発売しております、えー、この、えー、ハイデガスアースシリカという弊社のジオポリマーを使いまして、えー、2016年から2017年にかけまして この JICA のですね中小企業海外進出支援プロジェクトでご利用させていただきまして太平洋のオーストラリアの北西のところにありますキリバス共和国ですかこちらの方で気候変動で海面上昇により国土が脅かされているところに適応 しうといい化調査を行いました、えー、こちらその、えー、と案件化調査の状況ですけれどもこ,、えー、この、えー、ハイデガスアーシリカでコンクリートを作ります時にあの、まあ、粉に対して、えー、これを、ねえー、水で練る時にですね、えー まあ海水を使ってでもえ練り混ぜることができるということでですねえ海外にえこの品材料を運んでいるときに粉だけを運ん,で運んでいいということで運搬が非常に容易になるという利いい点がありますのでえそういうところでえ海水を練ってこのキリバスですけれどもえ気候変動によりましてえ海面上昇でそれからえ気候変動気温,気,候え気温上昇によりましてこの 低気圧の威力が大きくなりますので、えー、高潮であったり、サイクロンの威力が大きくなったりして、えー、護岸のところが、えー、非常に浸,縮され浸食されているところが多くあると、こういうあの、えー、サンゴ礁の干渉の上にある道路、細い干渉の上に道路が入っているんですけれども、この両側が海で挟まれていて浸食されてしまうと。こ,ういうところにに、えー、岸のために、えー このハイデガサシリカコンクリートを使えないかということで案件化調査を2016年17年に行ってきました右の写真がその時の現地の住民の方にデモンストレーションを行っているところですそれからあの、まあ、話は変わりますけれどもこのハイデジオポリマーコンクリートといいますのは、まあ、酸に強いという特徴がありますのでこれは日本国内の事例ですけれども、えー まあ山形県の蔵王温泉というところえ非常に強酸性の pH1.4 のような強酸のえ温泉水がえ毎分え数千リットルとか数トンとかでえ輸出湧,出湧き出しているというところにまあその湧き出す温泉水で川が流れているわけですけれどもその川にかける橋の下の花椒のご床板として、えー 実用化用化利されていますこれれ山形市で採用されていますえ、まあ、この右上の図にありますように、右上の図の円柱の左側が、えー、セメントのコンクリート、さえー、室内実験で3にさらしたんですけれども、上、えー、ボロボロになっている。で右側の方が、えー、ジオポリマーコンクリートで、こちらは、えー、ほとんど3に置かされていないという非常に3に強いものとなっております。それからまたもう一つ話が。 変わりますけれども近年磯焼け、海の砂漠化などということが世界的に問題になっておりまして海中の沿岸の植物が非常に減ってきているということがあります。それに対して日本の国土交通省が海、命を育むブルーインフラストラクチャー えー、拡大プロジェクトを行っておりましてそれに対しまして、えー、我々の会社と土木シスそれから、えー、宮城県仙台市にあります宮城大学の北辻教授らのグループで、えー、山形県の酒田港にこの 魚床ですねこれ、漁礁コンクリート、左上のようなコンクリートなんですけれども、これを普通のセメント、コンクリートで作ると、セメントを作るときに二酸化炭素をたくさん出してしまうので、ブルーカーボン、ブルーカーボンというのは海の植物で二酸化炭素を吸収して、二酸化炭素地球温暖化を減らそうということなんですけれども、それで二酸化炭素を排出しないジオポリマーコンクリートを使って、こういう漁礁を使って、 埋めていると、まあ、こういうものが世界的にあの、えー、海の砂漠化、磯焼け問題になっていますので、まあ、これをまあ海洋諸国の海岸で沈めれば、えーまあ漁業えー、海藻が育って魚や魚介が増えて、漁業の豊かになるのではないかと思われます。えー、以上 で、え、まあこのようなジオポリマーコンクリートを土木地質で作っておりますのでぜひこのアーシリカという商品名で販売しておりますのでぜひお試しいただきたいなと思いますどうもありがとうございました、えー、ご発表いただきありがとうございました、えー、続きまして株式会社スペック様よろしくお願いいたします 皆さん、こんにちは。シオと申します。スペックなものです。機会を与えていただきありがとうございます。製品をご紹介したいと思います。シュタインという土壌硬化剤になります。シュタインですけれども、ドイツ語で石は石という意味ですで。この名前のように、硬い土。 土を固め道路とかさまままざな方法で使います1975年に開発されました日本で最初はこの有害な重金属の問題に対応するために作ったものなんですけれども私どもの設立者がこの土を使って建設 を低コストでシンプルな工法でできるのではないかと考えました大抵はこの製品を10%をこの土に混ぜてこの圧力をかけて地表の部分に使いますでこのシュタインを原料として使いますポリタンセメントを を使っています二十七の向き要素を使いまして新しい機能を持たせて土を作りますブロックのような土ができます一つの機能はそれぞれの土の粒子を硬い石のように結合させるんですが 電位を使いますそして水を添加して水は反応を加速させてこの2つのメカニズムを使って石のように硬い岩のように硬い土を作りますで90%がこの土でシュタインの元素は0.5%になります これによって建材外からの建材を減らすことができますですので輸送も減らすことができるそしてこの建設の重機から出る CO2 も減らすことができる鉄筋コンクリートに比べますと温室効果ガスは92%を削減することができます。 で建設の前にまず土質の調査をし死、えー、体の配合率を決めますで道路の場合には、えー、この掘削して、えー、敷き鳴らして、えー、配合をし、えー、攪拌し転圧をし散水と養生します3日間ぐらいで大丈夫ですでこの水路の場合の運河の場合には この型枠などを使って成形をしまたこの養生をします1週間ぐらい経てば水を流すことができます。 これは日本での治療です上からいきますこれが1975年に建設された古い一番最初の事例です農道ですで、真ん中はこの運河の停滞やそこになりますそれから水路などでも使っ 割れて、えー、この防災に努めています台風とか洪水防止ですそれから最近ではえー、と学校のグラウンドの防塵にも使われていますであとは工場の土地の管理とか個別の家の中で、えー、除草の施工にも使われていますでこちらは最近の海外のプロジェクトになりますカンボジアですけれどもジャイ a のスキームを使いまして、えー、このカンボジアで、えー カンボジアのセメントを使って、地元で製造しています。で、これは農業省、農業と漁業省と一緒に。プロジェクトをしました。建材が足りないのがカンボジアです。そして二千。 三十年にこの目標を立てて取り組みを始めました。それから、スリランカでは、官外省と一緒に、農家に対して、教育などもして、自分たちでその建設会社を使わずに施工している事例があります。アフリカでもプロジェクトがいくつかあります。二年前、ケニアでは。 アクセス道路これは難民キャンプの中のこのアクセス道路を作りましたそして今は大学と一緒に共同研究をしておりますこのさらにナイジェリアでは州政府と協力をしてこの州道路の舗装を 進めていますで今後のビジネスモデルですけれどもこれはカンボジアと同様でシュタイン元素を日本から出荷しセメントは地元で国内で調達をし最終製品にしていきたいと思っています。 でローカルパートナーの協力を得て製品の品質を確保し建設のその施工の成果も確保していきたいと思います。この民間とそれから公共部門の両方の協力が必要になります。でこれがまとめになりますえ。皆さんの頭の中で覚えておいていただきたいのはこの土壌国家のしたい。 いい状態を少なくとも10年は保ちます。で最大で45年以上保つことができます。でこのお施工コストを鉄筋コンクリートに比べると40%から60%削減し温室効果ガスは92%削減することができます。現地での製造にをしその各国の GDP 上昇に貢献したいと思います。私のの連絡先ががこちらにあありりますので何かお問い合わせがあり ましたらどうぞご連絡くださいご清聴ありがとうございました、えー、ご発表いただきありがとうございました、えー、続きましてクラフトオブアジアペーパーボードパッケージングコーリミテッド様お願いいたします はいえー、皆さん、こんにちは、えー。クラフトバージアの島田と申します。今日はですね、えー、と私どもの脱炭素に向けた取り組みを紹介させていただければと思います。えー、私どもはですね、えー、日本の総合商社であるマルベニーが100%出資で設立したあ紙を作る工場です。えー、製品としては、あの下の写真にございますような、えー、主に段ボール。 あるいは紙袋等々に使われる原子を生産しております。これが簡単な敷地なんですけども、15万ヘクタール、15万平米、15ヘクタールの土地で、製紙を作るラインのほかですね、自分たちで熱及び電気を起こすカスコージェネレーションを採用しております。あとウォーターあの排水処理設備もあります。 でこのグラフはです、ね、紙を1トンあたり生産するにあたって、えー、排出する CO2 のトン数です。えーアジアまあ、日本を含むアジアではです、ねえー、先ほど言いました熱、あるいはあ電気を作る燃料としてまだまだ石炭があ広範囲に使用されています。したがって、えー、紙を 1, 点1トン作るのに際して約1トン前後の CO2 の排出になっています。 2番目、再生エネルギーの導入、普及が進んだヨーロッパの製紙工場は大体その半分なんですが、私どもの工場はアジアので創業しているのにもかかわらず、ヨーロッパと同じレベルまですでに、生産量あたりの GHG の排出量を削減しています。大きな施策、採用した施策としては、右に書いている2つですが、この2つを説明させていただきます。 1、えー、一つはこれあの、上のラインがあ一般的なアジアの静止を作るラインを横から見た絵で。下側が我々の絵です。えー、単純に見られるのは短い。短いということは乾燥工程を少なくしています。乾燥工程で使う熱を少なくすることによってエネルギー,を消,費エネルギー消費を削減して GHG への排出を減らしているというのが1つ。まあ、これはあの同業他社が紙、ねえー、の強度。 品質を担保するために表面に澱ンを,を,を渡航するがゆえに乾燥工程が長いんですけども私どもは澱粉は渡航せず、えー、紙の原料そのものに特殊な薬品を添加することによって強度を担保して乾燥工程を短くしているこれが、えー、一つ。 でもう一つがです、ねえー、先ほど言いましたように、石炭が主流である燃料ですが、アジアでは、日本を含むアジアでは、私ども、あえて石炭は1トンも使わず、天然ガス、これを採用しております。この2つの施策によって、同、えーまあ、業他社費半分の GHS の排出量で済ませている。 でもう一つですね、えー、最初に申し上げました、そのデンプンを表面に渡航するとですね、ダ、え、ン、ー、ボールっていうのは皆さんご承知の通り、ほぼ100%がリサイクルです。段ボールとして、えー、市場に出た製品はまた原料として戻ってきます。その時に、表面に渡航されたデンプンが非常に水を汚します。で、これ、あのー、J とか A とか L とか書いてるのは、J が日本での、ジャパンでの腰。 A がアメリカの古で L というのはローカルベトナムの古紙なんですがあ、簡単に言うと、これ、グラフがあの数字が高いほど水が汚れるということなんですけども、そのデンプンを塗布するローカル、ベトナムでの製法を採用すると、水が非常に汚れます。一方で、えー、アメリカであるとか、日本の古紙を輸入して使うと、水がクリーンです。 でベトナムは実を言うと排水基準が非常に厳しくてですね、日本の3倍の基準です。えー、このような汚れた古紙を使うことによって3倍の基準の排水をクリアするために多大なあフローおよび薬品をの添加する必要があってこういう意味でも我々のそのデンを塗布しない製法というのは、えー、水を守るという意味でも,も効果的です。で、 加えて、我々がさらに GHG の排出量を削減していくために持っている構想が、一つは太陽光パネル。これ、我々今、建物の床面積が9万平米近くあるんですが、すべて太陽光パネルが付設できる体感にしてあります。これをすべて付設すると5メガワット、大体この工場の需要量の4分の1、これ、賄います。 それと、2030年に向けては、究極のクリーンエネルギーである水素、これを開発活用することを考えています。それとです、ね、これはです、ね、原料が古紙ですので、どうしても10%強のコンタミネーションが含まれます。池のゴミですねこれを燃料とするボイラーの施設も今年考えています。 でまあ、これはあの廃棄物だけではなくて、バイオマス、えー、具体的に言うとライスハスクですね、米のもみ殻、えー、ベトナムというのは実は世界で第4番目の稲作国でありまして、ライスハスクも大量に発生しますが、その半分程度が燃料として活用されているものの、半分程度は廃棄されています、えー、これを活用していく計画です。 えー、こういった取り組みっていうのを社会、顧客に周知するために、我々は製品のラベルに、おそらく世界の製紙メーカーで唯一だと思いますが、えー、GHG 排出量を明記しております。えーまあ、これが我々の従業員なんですけども、通常の生産活動に従事するときは別にこれ、休日なんですけども。 えーまあ、我々の原料の古紙がともすればゴミになる可能性があるものでありますから、まあ、これはあの我々が住む地域のある海なんですがあの、ビーチをクリーンにすることによって、えーまあ、原料の品質向上という啓蒙も進めています。 えこれはわれわれが持っているーカーボンニュートラルへのロードマップ、ベトナムは国として2050年のカーボンニュートラルを掲げていますが、われわれはそれより10年早い、2040年、今から15年後にはカーボンニュートラルを開始企業として達成する計画です。えー、以上、ごご清聴ありがとうございました ご発表いただきありがとうございました。えー、続きまして、柴田工業株式会社様、お願いいたします。Thank you for giving us the opportunity to talk to you today.My name is Kazo Yamamoto.I work for a lava manufacturing company called Shibata Industries. 柴田工業というゴムの製造会社に勤めております。

このデータからもわかりない。カンボジア、カンボジアでおいては、リソース、ア解決策と、して水資源を確保する必要があります。そこで、シバタ、ポンド、ノン、エバッポシステムを提案したいと思います。じゃあ、メニーカントリーズ、ザズ、ディックポーンズ、バット、モースカントリーズ、コールリーニはたくさんありますが。バット、ニージャパン、ユージュアリーしかし、日本においては、穴を掘って、さらにライニングするのが。 ファーザモアらにデバリューションフローティングリ蒸発防止の運転プロジターを開発しました。これは加水対策です。日本の大学において検証し蓋ーをした水と蓋をしない水を比較し、その効果。 を測定しました蓋のない池の水にはヘドロがあり、蓋のある池の水にはヘドロが付着していません。結果です。赤い線が蓋なし、青い線が蓋あり、蓋をするのが一番良い結果が得られました。 水の損失も少ないです、クロロフィルの量も少ないです、COD も低いです、COD はあ失礼しました酸素含有量ですこういった結果は非常に重要なポイントです。 ライナーですとか、蓋を使用することで、きれいな水を維持しながら、蒸発や浸透を防ぐことができます。施工はとても簡単です。まず、掘ります。次に、不織布を広げます。 そして防水シーを敷いて、最後に浮き板を設置します。織布を使用することで、地面を滑らかにすることができます。カンボジアに採用するまでには3つのステップがありました。まず1つ目、3箇所で小さな池を作って、この製品がカンボジアで使えるかどうかを検証しました。 ステップ2、4つの池をカンボシア王立農業大学、ウォーターーを作りました。防水シートと浮き蓋の場合と防水シートのみの場合、浮き蓋のみの場合、穴のみの場合、当然、防水シートと浮き蓋を使用するのがきれいな水と水量を確保する上で最も良い結果となりました。

以前、カンボジアでは、ライナーの値段を使えていました。徐々に私どもの製品が新しいよに施工されております。ここでも簡単に使うことができます。新しの製品が全ての途上国で採用されることを願っております。ご清聴ありがとうございました。 ご発表いただきありがとうございましたご静聴ありがとうございましたこれで全ての企業の皆様の技術の発表が終了となりますご参加いただきました企業の皆様ありがとうございました、えー、以上をもちましてグリーンステージでのすべてのプログラムは終了となります、えー、隣のブルーステージの会場で主催者であるジャイカからの閉会の挨拶がございます よろしければお部屋をご移動、Zoom でご視聴の方は接続先をご変更いただき、閉会挨拶をお聞きください。企業オンライン出展は、環境インフラ海外展開プラットフォームのウェブサイトで2月9日まで行っております。日本の環境技術の紹介をしておりますので、ぜひ訪問をお願いいたします。本セミナーの発表資料及び映像記録録は、皆様に参加登録をいただいたただ イベント数のウェブサイトに掲載を予定しておりますまた整理・編集をした後 JICA ホームページでも公開予定ですので、えー、公開時にはまたお知らせをいたしますまた参加登録をいただいた方には後ほどメールで事後アンケートをお送りいたしますのでご回答をいただけますと幸いです来場の方はお帰りの際は、えー、通訳レシーバーを受付にお返しください本日はご参加ご視聴誠にありがとうございました